はい、キャンピングカーでは初めてこの前ダイソーで買った包丁とまな板を使いたいと思います。キャベツを買ったのでこのキャベツを切って野菜を食べます。はい、切りました。アラーム鳴った。はい、こんな感じで作っております。キャベツはですね、結構キャベツを洗うのに水がかなり必要で、あと流し台もこんな状態になっちゃうから、あまりキャベツは好ましくないですかね。まあでも、まあ、美味しい野菜が食べれてよかったです。道の駅の何だったっけ、ここ道の駅。お、すごい、道の駅の三重。覚えたね、すごいね。あ、ちょっと遊び道具あるじゃん。わあ、こうやってね、犬を連れてね来る人多いんだね。結構道の駅ドッグランあるよね。食用ではありません。こんなとこがあったんだ。ここからの景色が綺麗なんだね。ここが道の駅三重の景色です。今日曇りだからあんま見えないけどね。5キロの無洗米、今米別に入れてるとこです。はい、はい、これを2つに分けて入れます。お、お、無洗米を買ったのはタンクの水ができるだけ減らないようにとがなくていいのを買いました。うん、いい ね、 ね、このぐらい余った感じです。まあ若干 ね、 ね、まあこんぐらいはね、うん、目玉クリップね、止めればいいか。はい、じゃあ今からお米を、うん、はい、ではさあ、はい、今大分県ですが、もうこのまま宮崎の自宅まで直行しようと思います。直行は惜しいよ。だいたい途中ガソリンスタンドによりますけど3時間ぐらいで到着予定です。もういよいよね、7月9日から続いた旅も、今日というか深夜着くから10月17日に到着。7月9日から10月17日までの3ヶ月以上の長い旅でしたね。終わりまでね、気は抜かずにしっかり安全運転しますんで。はい、じゃあ行こうか。え、終わっちゃうの？一
とまず宮崎に戻るから今回の7月9日からの旅は、今回で終了となります。わー、はい、寂しい。3ヶ月以上すごいね、いろんなとこ行った ね、 ね、はい、じゃあちょっとまた後からでも振り返りましょうか。とりあえずもう夜遅くなってガソリンスタンドも閉まるんで今から行きましょう。レッツゴ ー、 はい、では道の駅三重を出発します。ではもうあと10分もかからないくらいで自宅に着くので、夜の撮影はここで終了したいと思います。とりあえず、まあ、無事に宮崎市内に到着しました。はい、まさか7月9日からのキャンピングカーの旅が10月17日まで続くとは思ってなかったんですけども、しかもまさか宮崎まで乗ってくるとはそちらも思いませんでしたけども、まあこんな感じで宮崎市内までキャンピングカーでやってまいりました。まあ明るくなったら懐かしく思うの